まあ、ちょっと新宿っぽくないな、この辺も。もうちょっとそうですね、本当に垢抜け近未来というか垢抜けた感じの、はい、ちなみにこの我々のチャンネルで新宿が好きになった人まで出てきてる、はい、ああそうですか。ちょっとだからこんな風に垢抜けられちゃうと、うん、新宿愛好家の俺としてはちょっと場所が違うなっていう、ちょっとそうそう、若者たちがこう絵になるようなこういうのじゃないんで、はい、もっとしょんべんくせえ、なんかもう赤ちょうちんにわいさつなネオンに倒れてる人にって、そういう子が新宿の醍醐味だから、まあ悪くねえけどな、その栄えるっていうのは。はいはい、確かに。なんであれ、あれプスプス言ってんの、あれじゃね、妖怪だろ、はい、お見てくると言わんばかり、かっこいいですよね。まあよくわかんない、俺の趣味じゃねえ。あ、失礼しました。なんかクリスマスとか覚えてとかないの。あ、一切何のもない、何にもないですね。だろうな。はい。あ、向こうにもイルミネーションが。うん。綺麗なもんだよ。はいはい。いや、もしかしたらなんかでかい山踏んだ星がな、はい、出頭する直前にちょっと悩んで、飛ぶか出頭するかって悩んで、うん、こういうの見に来る可能性もあるから。あ、わかりました。じゃあ目光らせてきます。でもそこはやっぱり仁義があって、はい、そういうやつをとっ捕まえちゃダメだよ、うん、そいつらその日1日ぐらいは。あ、なるほど、うん、夜景ぐらい見る、だって誰にだっても夜景ぐらい見るな、はいはい、権利があると、権利があるんだから。それは初めて聞きました。そういうルールがあるんですね。あるんだよ。別にいつでも取ろうと思ったら取れるやつでも、はい、もしかしたらここで腹決めて、はい、まあ、バックルちゃうのか、はい、デコに飛び込むのか知らんけど、はい、そいつが一大決心というか選択をする最後の夜景までを邪魔しちゃうのは違うだろうっていうの。あ、お前にはあんまそれあれがないんだよ、その美徳っていうか。お優しいですね、でもね、その心遣いが。なんだろう、なんだこれ、めちゃくちゃ気になる、スイカの。あー、期間限定なんですかね、どうやら。これいいよ。なんかちょっとカップルが多くて、ちょっとなんで俺が歩くの嫌なの。いや、そういうわけじゃないですけど。何テレビ。いやいやいや、シャッとしろよ。あ、テロリストが紛れてることもあるから。はい、なかなかでもこういうイルミネーションの中歩くウリタさんとか新鮮ですね、これも、うん、心が現れるよな。あ、そういうとこ、そういう効果ありますか、うん、だって金がかかんねえで、こんな、まあ、ただでこんだけの野球を見れちゃうんだよ。はい、いや、そのちょっとロマンチストなとこあるんだ、俺は。はい、あの塀の中にいるやつなんかみんなそうだよ。はい、懲役なんか行くと結局何のあれもねえから、はい、たまに車房でつけるテレビでこのクリスマスのイルミネーションとかなんか特集が映ると、うん、もう本当に
もう涙が出ちゃうんで、やっぱそのいいなって、はい、今年振り返ってどうなんて。今年1年ですか。このプロファイル、あ、プロファイル活動に関してはちょっと何一つ収穫を出せなかったのはちょっと残念だなと思いますけど、来年ちょっとなんか成果が出ればいいなって。はっきり言って新宿渋谷池袋みたいなマンモス警察とか、はい、まあ、大きい探偵会社も、はい、警察も自衛隊も、まあ、自衛隊は関係ないけど、まあ、俺らに近い業種のやつらが、はい、でかい看板と人数だけ引っ提げて、はい、やってることは本当にちっちゃい山の奴らを補導したり捕まえてるばっかだから、はい、みんな今年も何もなかったと思ってるから、どこも一緒だよ。でもまあ無事で何よりとも言えますからね。まあね、何も起きないのが一番だから、はい、あ、ここは結構すごいですね、景色が綺麗だろ。あ、まあ俺もいろいろ思うとこあって、はい、その家族って何だろうかとかよく考えるんだよ。 あのこの間俺の誕生日やってくれただろ、はい、でその流れでな、まあちょっとあとでお茶でも飲んでお前に大切なこと言う話そうと思って。あ、ぜひお聞かせください。うん、ちょっとトラ取っとくよ。グッチが選ぶぐらいだから高い。トラ好きなんだよ。あ、グッチなんかどうでもいい、はい、肌たりみたいなトランと、はい、ビトンとか大したことない。何笑ってる。いやいやいや、大したことねえだろ。ああ、そうですね、はいはい、いや金で買えるもんなんか大したことねえんだよ、はい、本当にスケールが大きいものは金で買えないから。あ、そうだ、金で買えるうちは大したことねえよ。はい、まあいろいろあるんだよ、その、まあ、自身もそうだし、お前の話なんか聞いてると、まあその自分の家族に対して、まあ俺なんか幸せな方だよ。お前なんかも早いうちに、まあ、両親が見せるっていうなら、まあ先日の誕生日を祝ってもらった時に、まあ言おうと思って言えなかったんだけど、まあ、その前は死生観について語ったわけだけど、今回俺が思うのは、そのいろんな家族の形っていうのがあるんだよ。俺んちなんかもまあそうだけど、俺がグレたのはあんま家族関係ないんだよ。あ、そうなんですか。うん、DNA みたいなのがあるのかもしれない、はいはい、不良の。でも別に俺は別に何不自由なくて、やっぱ愛情受けてたから、はい、ちょっとあいつんちは変わってるなって、まあ、言われてたけど、はい、まあ俺は自分の家族を誇れるというか、あ、うん、まあ、大事な家族で、それっていうのはみんなそう思ってなきゃいけないんだよ。あ、各々の家庭が、うん、どの家もやっぱその人様んちのことにやっぱ誰もとにかく言っちゃいけないわけで、家庭とかいろんな家族のまあそのルールっていうのがあって、はいはい、もしかしたらすごいそれが普通の家族から逸脱してたり、まあ、普通の定義からもかけ離れてちょっと壊れてるようなルールもあるって、人の家によっちゃそのあいつんちおかしいだろって言われる家もあるし、はい、でもそこにはそのルールがあるんだよ、その、はい、なんてそういうこの、そこで生まれ育った、その教育を受けたその子供らにしか分からないんだよ、その、まあ、何が言いたいかっていうと、はい、どこっちも別に最初から誰も悪くないの。あ、子供のために親は働いて、どこっちも大体そうなんだよ、はい、その途中に暴力があったり、なんかそのなんつうの、まあ、いろんな事情がある、んだろうけど、はい、なんかそういうことが起きて、みんなそれを家族のせいにしてグレたり、家族のせいにして家飛び出したりとか、まあ、事件につながったり、非行にグレあのあるんだけど、そうそう、俺は自分家なんかはだからすごい誇りなんだよ。あ、龍一族、誇り高い龍一族、うん、はい、まあ、からかってたら殺すぞ、
じゃあ違うんだから、そのな、プロファイルを通してこのチャンネル見てる人たちもみんな自分の家族だけは、自分の親もそう、自分の子供も自分の嫁も全部含めてあるけど、自分の家族ってものにもっとこう誇りを持って、うん、ちゃんと愛を持って接してほしいってことなんです。あ、なるほど、うん、そうすれば大概の山を起こすような気がなくなると思う。あ、なるほど、なんか山を起こすだったら自分の家族の顔を思い出せと。うん、まあ、まあそうだな、やろうと思わないよ、踏みとどまると。うん、例えばでも個人で育ったような子供でもやっぱりそういう身近な人で探すっていう感じですかね。まあでもその誰かしらそのガラウケだったり、イベント先生だったり、はい、うん、まあ、愛を持って接してくれるいろんなボランティアの人だったり、いろんな人が手紙を送ってくれたりってあるんだよ、その、はい、誰かしらの愛は受けてるんだよ。それが親か他人かってだけの話。うん、なるほど。別に血がつながってたら何方だってことじゃねえから。あ、血で物を語るなと。そうそう、血で言ってんだって。血とか筋肉で物を言うなよ、大体。なあ、なあ、はい、血がつながってなかったら何なんだよ。なあ、血とか筋肉でお前もう全て語るなっつう。筋肉は言ってないですけど。なあ、いやだから言うんだよ。あれは家族じゃねえって、個人でって、お前その個人なんて、お前どれだけの職員がいると思って、それが全部愛情なしでただやってんのかって、はい、給料のためにやってるわけじゃねえだろ。そうですね、本当にお前かわいそうだなと思って、少しでもなんか役に立てたらなと思って、そういういろんな思いでしてるんだ多分な、はい、中にはクソみたいなのもいるんだろうけど、はい、それをお前一言であれは家族で、家族じゃねえってめえのその物差しであれしてんのかな。結局そこだぞお前、止まっちゃら全部お前に行くなよ、悪いけど。なあ、はい、まあまあ、はい、もうちょっとこうな、レールの上を歩こうな、そういう話だから。 ありがとうございます。お前ちょっと冷やかしてもらえないでしょ、コーヒーが冷めるから行けぞ。あ、じゃあ失礼します。おう、失礼します。